研修コーナー、マルクマルゼスの焼きそばのマシンが展示しておりますので、ぜひご覧ください。なんともいいように、ここのコスプレスラーシュマが山田を待つ関係者にお持ちしながら入場をご覧ください。公表であれば、公表だけであれば、免許をお持ちでなくても参加できますので、ぜひ皆さんも登録してください。今言ったように、登録方法は、モビリティショート、モビリの、モビリティのイベントページに記載されていますので、ぜひ登録してください。で、なお、今回この音自慢なんですが、第2回目なんですけれども、第2回の音自慢のイベントテーブルスポンサーは、株式会社、ワースワイルさんですね。でこのワースワイルさんなんですけれども、イベントタイトル名にもある、モトフィールドドッカーズを含め、全国13拠点でバイク店舗を展開されている親会社なんですね。で、オートバイに関しては、購入、買取、整備、車検などなどですね、バイクに関わるあらゆる業務を支えてされている企業というふうに思います。で、なんとこの企業なんですが、バイクレースにおいて日本のみならず世界でもご活躍されてきています藤原克明さんですね。藤原克明さんが部長執行役員としてお務めになっていらっしゃるということなんですね。まあこの今週末克明さんもこのモテギローナにいらっしゃるということなので、ぜひですね、タイミングが合えば克明さんにバイクを見ていただけるチャンスもあるかもわかんないですね。まあこのワースワイルドさんなんですが、バイク査定にも注力をされていらっしゃいまして、どこよりもどこまでも高くが、キーワードですね。どこよりもどこまでも高くを掲げていらっしゃって、取り組んでいるということですので、ぜひ、いいバイクをこれから購入されてやめようという方はですね、ぜひ、ワースワイルさんのウェブサイトをぜひ、チェックしてください。なお、このワースワイルさんなんですが、この MotoGP 期間中ですけども、グランドスタンドプラザ内で、モトフィールドドッカーズのブースを出展されてますので、ね、ぜひ、皆さんのバイクで相談などありましたらですね、そして、克明さんに会いたくなってください。ぜひ、モトフィールドドッカーズのブースにご注意ください。さあ、皆さんのお話を聞いてください。モトフィールドドッカーズのブースです。3年ぶりに46年開催となったわけなんですが、おなじみの、これまでの前夜祭ですね。毎年最高の我々に見せる MotoGP 開催なんですが、今年もですね、今日の2日間 MotoGP クラスライダーのコースを開催して日本を行っていました。気になるその出演予定のライダーなんですが、先ほどのお話をさせていただきましたが、ご無理でちょっと抜けていただいた皆さんお話しますでしょうかね。ご無理なの公式ツイッターに非常に知れてるんですね。今日はサンガライダーのリストが出てますので、気になる方はぜひそのモテギの公式ツイッターとかね、昨日のステージライブのリンクに出てますので、ツインリンクモテギ2022年 MotoGP